和5年10月の23日ですが、ここはね、流絶川の源流にやってきております。源流ってもまだ水量のこと多いんですが、ここに、サボダムが見えたんで降りてきております。ちょっとね、水量の割に落ち込みが狭いんでね、流れが速すぎる。で、海岸にちょっと淀みが見えてるんですよ。あそこを通ろうと思って渡ろうとしたんですが、水量が多い上に下がちょっと滑るんでね、流されてね、水浸しになるのって嫌だし、ビデオとかみんなダメになっちゃうんで、やめまして、本流側を通ってきて、本流側でこうするんです。行ってみます。こちらにもちょっとね、泳ぎがあればいいんですが、こちらほとんどないんですよ。今、あそこに泳ぎがありますので、あそこを取れば、多分何がいるかわかるんですよ。これで、あちらを行ってみます。今朝ね、みぞれの時の雪が降りました。で、山はちょっとここの山を見るとね、山が広くなってますから、雪だったんですよ。下の方は結構、飛べたりとか、みぞれになってます。今はちょっと止んでますがね、空はどんよりと降って、雪を降っていた。時たま雨が降って、
令和5年10月23日ですが、ゆうべ川の源流を取ってます。お風呂があるということが分かってきます。意外とね、小さいポイントにというのが分かってきます。そのためにこれから、本州で言わなく感じで、ちょっと小さいポイントを取っています。この下流にね、2箇所右下と左下、左下のが何かよさそうです。ちょっと緩やかな、あそこが感じます。これちょっと2箇所最後はやっぱりね、おじいさんの人がいなくなってますね。隠居したことがないけど、周りにいなくなったから出てくる。どうしたどうしたって言って。大体振ってます。わかんない。最後28歳の時はね、おじいさん。Thank you.